こちらの男性はパスポートにシンガポールのスタンプばっかりですね。シンガポールでカジノが楽しめるところは2カ所。こちらではカジノの他にスケートリンクや国際会議場、ショッピングモールも併設。こうした統合型リゾートは IR と呼ばれています。政府観光局の調べではカジノができる前に比べて観光客数が増え、やった観光収入も 1.5 倍増えています。この IR 誘致を検討している日本自治体はどのような構想を持っているのでしょうか。例えば長崎県佐世保市ではハウステンボスにこのようなリゾート施設を作る計画があります。カジノが入るホテルのほか、国際会議場、ショッピングタウンなどを集中させるといいます。経済効果は2500億円、およそ1万1000人の雇用を生み出すとの試算もあります。2020年に